最近。はい、どうもことです。今回はエルレガーデンのスターフィッシュの解説をしていきます。BPM が170のチューニングはレギュラーチューニングです。前回のスーパーノバが結構評判がいいというか好評だったので、今回また引き続きエルレガーデンでいきたいと思います。はい、じゃあ早速解説をしていきます。はい、じゃあイントロのバッキングからやっていきたいと思います。はい、ここなんですけども、パワーコードのルートだけ移動していくパターンですね。最初が D の音です。5弦5フレットのパワーコードです。で次が、ルートの音、6弦の5フレットに移動します。この押さえてる人差し指を、まあ、1個下にずらす感じですね。この小指と薬指はそのままです。はい、そのままルートを、5フレットから、7フレットに移動します。まあ、中指使うのが一番楽かなと思います。ここが普通のパワーコードの、6弦3フレットです。5フレット、最後が D に戻ります。はい、じゃあ次リードパートやっていきます。はい、ここね、結構難しそうに見えるんですけど、慣れれば簡単です。最初の音がこの5弦と4弦の開放なんですけど、もうこの後の弦は全部軽く押さえて、ミュートする感じですね。でも全部弾いちゃってます、弦は。で、次が、オクターブの、5弦9フレットですね。これの交互なので、まあ、動きで言うとって感じですね。これはまあそうですね、ここだけちょっと練習するのもありです。まあ、コツとしては他の余ってる弦を基本的には全部ミュートして、余ってる指で出したい音だけを抑える感じで意識すれば綺麗に出せると思います。で、その次は5弦7フレットに下がります。ここは10フレットです。ここが12フレットですね。で、最後に D です。別にこっちでも。じゃあ次 A メロをやっていきます。まあ、しばらくギターがないんで、途中の16小節目ですかね、ちょっと小節数えてないんで分かんないですけど、バッキングブリッジミュートが入ってきます。はい、ここは、簡単です。5弦の、5フレット、6弦5フレット、6弦3フレットです。はい、で、途中から入ってくるリードパートをやっていきます。はい、ここはアルペジオですね。ちょっと歪みの音、歪みの量を抑えてもいいかもしれないです。まあ、ちょっとそのままやります。
はい、ここはね、2弦3弦の2フレットの音を人差し指でずっと押さえながら弾く感じですね。ここがちょっと難しいかもしれないです。はい、じゃあ最後サビやっていきます。はい、ここはね、パワーコードじゃないっぽいんですけど、パワーコードで大丈夫です。最初の音が5弦の5フレットです。6弦の5フレット。7フレット。3フレット。7フレット。5フレット。3フレット。5フレットです。これの繰り返しです。これ2周ですね。はい、じゃあ最後、サビのリードをやります。そうですね、ちょっと歪み落とさないと何弾いてるか分かんなくなるんで、はい、じゃあここをゆっくり弾いて下にタブ札すんで、あ、ちょっとズームします、ここ手元ね。はい、ね、ここはね、結構手癖にしないとなかなか難しいと思うんで、まあ、左手より右手ですね、ここのパートは。僕もあんまりアルペジオ得意じゃないんで、いい練習になります、これ。これ結構リズム狂いやすいんで、テュッテュッテュッとかにならないように、ちゃんと一定のリズムで弾けるようになるまで。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。リクエストを紹介しつつ、次ね、多分シムの新曲やろうかなと思ってるんで、またよかったらお願いします。はい、じゃあチャンネル登録と下の概要欄にツイッターのリンクも貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。